おはさまです。9月11日水曜日朝6時の相場解説です。今回の相場解説は、まず最初にね、ちょっとした講義をお送りしたいと思います。講義のタイトルは、親並み、子並みってやつです。親、子の関係ですね。で、子並みのことをね、枝っていう言い方もするんですよ。まあ、あの、しっかり覚えていただく必要はないと思いますけども、なんとなく皆さんの頭にもう入ってると思います。で、このことについて解説していくために、昨日のね、 18時の相場を見ていきますね。こちらの方にすでに書き込んではいるんですけども、この黄色の図の中でね、親波っていうのは何かっていうと、どこに当たると思いますまあ、ここに書いてますけども、ここなんですよね。親波っていうのは。で、枝とか小波っていうのは、この波の勢力下にある、それぞれの波のこと。つまり、こういった波のことを言いますね。枝波っていうのは。 で、この枝波っていうのは上と下をくくった親波のこの勢力下にいるんですよね。となるとね今度はこの親波だったはずのこの波なんですけども実はこの波の勢力下にあるっていうことでどこかの波の今度はね子供の関係にもなるわけですよ。でしまいにはこういった 波のすべてっていうのは、こういうふうなさらに大きな波のね、影響下にいるよっていう関係なんですよね。で、どの影響下の波にいるかってことが、あの、捉えられていれば、レンジの上底過程を引くこととか、トライアングルを作ることとか、それからあ、その他のフォーメーションを作る上でね、大きな指針になるんですよ。ヒントになるんですよ。 まあだから、自然と皆さん頭の中に入ってると思いますけども、ここで一旦ね、そのことを確認させてもらいました。昨日もだから、こちらの上と下に線を引いたときに、ここを越えたら、もうこの親波の影響を抜けたってことで、ブレイクって判断するね。そういうこともできますし、まあこっから考えにくいんですけども、下に抜けた場合も、この親波の 影響を抜け出したってことでブレイクっていう風に判断するんですよね。ただし抜けたところで今度はそれよりも大きなこちらの波の影響下っていうのがありますからね。今度はヒゲ先を抜けたらブレイクっていう判断に切り替わっていくってことです。今まで散々パラこういうのやったでしょ。はい。それで今日の相場解説、冷足から見ていきますよ。冷足はもう完全にね、右肩下がりですね。もうそれ以外ないでしょ。うん。だからこれからも、 どどどんどん円高の方向に進むと思いますけどもただこのヒゲ先を抜けたらそれが一気に加速するかなっていうふうな先ほどの親並み子みの関係を見たらねうなずけるんじゃないかなと思いますで今までもそういうのって意識してきたでしょだからこのヒゲの部分を横に伸ばすとここでは下にドンといっても急速に上に引き上げることがあるよってことでこの 上下ができてるわけですよ。陰線、陽線、陰線っていう並びがね。ガンガンガンと上に行ったり下に行ったりするのは、この髭があるからだってことです。つまり親波の影響下にあるってことですよね。はい、次、4時間です。4時間になってくると、今、このレンジの中に値動きってのが入ってることがわかります。で、 4時間では見にくいんですけども、ダブルボトムが安値圏で生じたので、瞬間的に上の方に上がりましたけども、4時間の移動平均線に阻まれて、本来の大きな影響下、下落の方向に戻っていったってのが、ここですね。だから月曜日に瞬間的に倍で入っても、火曜日には売りの方に切り替わっていく、もしくは上昇は少なくとも止まるってことが、月曜日の朝の時点で分かったわけなんですよ。 はい。で、最後、1時間軸を見て、今日どうするべきかを見ていきましょう。えー、まずはですね、この大きな波の影響があります。ここからここまで。ね。で、とりあえず、とりあえずですよ、この波の影響は出したわけですよ。ここからここ。だから下にドーンと抜けたんですけども、その後、レンジを上下に分けるという考え方も見えてきます。つまり、大きなレンジの中で、 こっちのレンジとこっちのレンジの二つがあるよねと。で、今は下のレンジの中はうろうろしてるから、もしかして下に抜けるようだったらブレークも考えないといけないよねっていうところと、上に抜けるとしたら今度はこちらのレンジで考えていかなくちゃいけないよねってことになります。さらに考えにくいことですけども、これを上に抜けたら、 今度は別のマーケットを設定しなくちゃいけないから、しばらく様子を見るってことになるでしょ。うん。まあ、こういうふうに切り分けて考えていくと、結構この、あのー、乱雑に並んだようなチャートでもね、一定の法則が見えるんじゃなかろうかと思います。さらに、一つ言わせてもらいますけども、今週月曜日にダブルボトムに気づいたっていうのは、ここが一定のね、底になっているってことの裏付けでもあります。そっからというものを横ばいに入ったでしょ。 少なくともトレンドがここでさらに続くってことはないっていうのを月曜日のあの早朝の時点で見抜けたっていうのはすごく大きいと思うんですよ。だからこういうようなことをね、やっぱ見分けていかないといけないので今回ヒゲ先のダブルボトムっていうところにいきなり注目して月曜日の放送をお送りしたのとこの おダブルボトムで上昇っていうのも4時間とか1日足にやっぱりね押されてそんなに長く続かないよってことをお話したわけです。で、今後の動きとしては私はおそらくね、改めて円高の方向に進むんじゃないかなと思いますんで、そこを警戒しながらの水曜日、木曜日、金曜日の扱い方になるかなっていうところでございます。では今回は以上です。